どうも、セレストです。今日もホットダンスオールニュースやっていきます。今日もね、ちょっとコアな話題になるんですけど、これはね、なんかよくクラブでね、あのー、マイナーな曲ばっかか,かけて、俺こんな曲知ってるぜ、みたいな感じでイキってるやついると思うんですけど、そういう感じじゃないんですよ。今日伝えるね、トピックスも、まあ結構センター寄りの、まあ重要な話題なんですよ。 なんなら日本だとダミアン・マーリーガーとかよくあるんですけど、そんなのよりは全然もうね、センターより、まあ、結構重要なトピックスなんで、まあ、ついてこれる方は聞いてもらえるとありがたいですってことで、今回はね、まあ、トラップダンスオールを押し上げた、あるプロデューサーについて話そうかなって思うんですけど、やっぱトラップダンスオールってここ2、3年で結構名前も定着してきて、 まあ音のあり方っていうのもなんかなんとなく出来上がってるような感覚ありますよね。まあ、古くよう言えばね、あの、ベイカーズ・スティーズとかトミー・リーが、まあアトランタのね、トラップのノリを持ってきて、そこで DJ するみたいなのはあったんですけど、まああれはなんかトラップダンスオールってよりかは、もう結構アトランタのノリがすごい強かったんで、やっぱここ2、3年の、 あの話だと思うんですけどこのね23年、まあ、2019年あたりからヒットを飛ばしてトラップとダンソールの融合のね、えー、プロデュースをしてた今日はシャブドンという人について話していきたいと思いますでこの人どんなヒット曲あるのっていうと、まあ、一番のヒット曲は、まあ、G6 リディムのね「バイブスカーテル t e r Anyweather」これもめちゃくちゃビッグチューンですよね それとか、まあ、このリムシッム6の面々が乗ってるんですけど、あの、地元がね、あのー、モンテゴベイなんですよ。だから、6の周りと地元が一緒ってことで、一緒ってことで、あのー、スクワッシュはね、もう昔からの知り合いらしいです。で、スクワッシュも結構プロデュースしてて、6関連もめちゃくちゃいろんなアーティストね、あのプロデュースしてます。やっぱ、6っつったらね、 あのー、まあ音の変わり目、ダンソールがちょっと音が変わってきた変わり目に現れたね集団で、それでね、のし上がってきた集団なんで、まあ、そこの影にはね、シャブドンの存在があるわけですよ、はい。最近で言うと、シャニール・ミランとバイブス・カーテルのライド・イット、あれもね、えー、シャブドンです。はい、でこのシャブドンは顔を明かさないスタイルですね。はい これはちょっと僕に影響されたのかわかんないですけど、まあフォロワーなんですかね、一緒のスタイルでまあやってってるんですけど、でね、このシャブドン、実は、ある噂がね、付けまとってたんですよ。まあこのある噂っていうのは、ある YouTuber からのね、告発でね、その噂が出るんですけど、まあ彼はめちゃくちゃ極悪人だと。 で、ありとあらゆる犯罪に手を染めてて、人殺しもやってるんだっていうね、そういう告発が出ちゃって、まあもちろん、シャブドンはそれを否定してて、いやお前そのビデオ消せよみたいな感じにはなってるんですけど、まあそれがね、えー、結構付きまとってて、その噂が出た後にね、銃の不法所持で逮捕とか、あと警察に賄賂を渡して収賄したとかで、また再逮捕みたいな感じで、 ちょくちょくそういう警察沙汰にはなってたんですけど、えつい4ヶ月ぐらい前ですかね、3ヶ月前か。もう、重大な事件が起こりまして、それが、このシャブドンが3人の人殺しに関わってるっていう容疑で逮捕されたんですね。3人です。で、これが、詳細言うと、ま、ドライブバイツって、よくあの、ギャング映画とかでもある、 車に乗りながら窓を開けてそのままバババババって言って人殺しちゃうってのあるじゃないですか。あれドライブバイって言うんですけど、まあ誕生日パーティーでパーティーをやってた5人組のうち3人をそれで殺しちゃったんですね。ドライブバイの。まあ銃撃で。で、まあ、シャブドンこと本名リンバル・トンプソン・ジュニアが捕まるんです。これね。 ダンスオール好き、レゲエ好きならね、あの、ピンとくると思いますけど、リンバル・トンプソン・ジュニア。そう、リンバル・トンプソンの子供なんですよね、シャブドンって。これすごい巡り合わせですよね。あのー、リンバル・トンプソンって言ったらダブとかルーツレゲーを世界に広めた人じゃないですか。今でもヨーロッパでもすごい人気高いです。ツアーとかもやってます。で、シャブドンは、 まああのー、トラップダンソールを作って、まあ、黎明期からやってて、それをね、えー、ジャマイカとか、世界中のダンソール好きにばらまいてると、これ、すごいですよね。で、リンバル・トンプソン、この事件に対してどう思ってるかっていうと、まず、シャブドンのことを子供を、自分の子供かどうか怪しいってことで、あのー、DNA 鑑定をしようと思ってるんですね。 まあ、リンバル・トンプソン曰く、あいつは自分の子供じゃないって言ってるんですだから、DNA 鑑定して、もし、それで本当に自分の子供だったら、もう正式に謝罪するって言ってますね。リンバル・トンプソン。だから、親子関係あんま薄かったのか、何なのかわかんないですけど、で、トンプソン曰く、俺のやってる音楽は本物で、 こうジャマイカのルーツに根付いたこととをやってるとただあいつはもう全く違う音楽をやっちゃってるみたいなことを言ってて、まあ認めてないのかな。多分まああの年齢になるとちょっとトラップダンスソウルちょっと厳しいかもって感じなんですけど、まあこういう事件もあったからね、そういう風に言ってんのかもしんないですけど、で一方ね、えー、シャブドンの方はね、もう父は伝説だと偉大だと。で、いつか父の期待に応えたいって言ってるんですよね。で、 この事件なんですけど、シャブドン自体は、その時、その地域にすら寄り付いてないから、俺は人を殺せるはずがないっつって、もう否定し、否定、否認してるんですよね、容疑を。で、これ、もし有罪になったら確実に終身刑になるんで、このまま、あの、大事なプロデューサーがね、あの、キャリア終わらせるのか、それとも、 もう本当に無実なのかってこれねまだ裁判やってる途中なんで注目してほしいなって思います。でこれもし面白かったらねツイッターで拡散したり「いいね」してくれたりするとありがたいですってことでまた会いましょう。